こんにちは、武蔵野学院大学学長の高橋です。私はこんな経歴でいろいろなお話をさせていただいております。ぜひ皆様に聞き流しでもお楽しみいただければ幸いです。それでは開始。暑いぜニューソロジー、どん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 。さて大 GM、はい、また今回も暑いぜニューソロジーがやってまいりましたが、来ましたね。トゥーデプス&ビヨンドというのは、はい、バズライトイヤーの決め文句をモチーフにして考えられたものなんですが、はい、それは何でしたっけ。無限の体へ最高。あれちょっとなんかキレが、まあいいです。まあ、もうこれがもう好評で好評で、ありがとうございます。もう大 GM じゃないとここまでの味が出せないんじゃないかっていう、はい、恐れまで出てくる始末っていう状況なんで、はい、まあ、あの大 GM とやるときはこれはちょっとマストでお願いしたいと思いますんで、わかりました。もうちゃんと練っといてください、はい、練習しといてください。練習してね。そんな中、はい、研究所ができましたよね。そうですね、ヌーソロジー研究所、うん、しかもその武蔵野学院大学という私が勤務している大学の中にある形になっていますよね、うん、じゃあ研究所を作りました、こんなもんなんですよっていうのは前に話しましたと、はい、いちいちそんなの細かく今回は言いません、うん、だけどじゃあ研究所があるってことはヌーソロジーの研究を深めるためにあるんですが、はい、研究を深めるとはどういうことなんですかってところは、うん、やはり一番大きい問題になってくると思うんですよ、うん、それは人によって言うことが違ったり、うん、いや俺なりの研究を深めるがあるとか言ってたら研究所にならないので、うん、長く続かないじゃないですか、はい、そこら辺のところなんですけれども、例えばヌーソロジーだって原理を使ってものを作るとか、うん、半田さんはそれに対していろんなものを作ったりもしてるんですよ。そういうようなものを世間に認めさせるってアプローチももしかしたらあるかもしれませんが、はい、まあそれは研究所の役割としてはごく一部として、うん、大半は何ですかっていうと、実際的には周辺のいろんな学問分野との整合性を図ることなわけですよね、うんうんうん、でそれがヌーソロジーの発展につながっていくから、ヌーソロジーの研究を深めるということにつながるわけですよね、はい、じゃあそうだからとして、うん、勝手に俺の考えてることがすげえんだ、俺はヌーソロジーだーとか言って、はい、諸学問の人たちすげえなって言います、まあ、言わないですね。ですよね、はい、もしくはヌーソロジーではねこういうもんなんだよとか言って、はい、諸学問の人たちそりゃそうだなとかさすがですねって言う、言わないですね。ちょっと言わないよね、はい、ですから勝手に手にノリでやってたら研究所として続かないですよね、うん、でまた当然ながらヌーソロジーは新しい学問なもんですから、うん、そうすると既存の学問と意見が違うことってすごく多くないです。そうですね、ね、出てきますね。で意見が違うんだよとか言って揉めてるばっかりじゃ、うん、全然学術じゃねえじゃんって話になるので、はい、例えば経済学なら経済学で、うん、勝手に経済学の一部を切り取って経済学なんていうのが完璧や専門家みたいに分かってる必要ないですけど、うん、一部だけ切り取って経済学でこういう話を聞いたからヌーソロジーと同じだったら、うん、経済学の人はすごいって言います、はい、ちょっと言わないですよね、はい、あくまでも意見が違ってもすり合わせられるということは、うん、ある程度の共通項、向こうが気にしてたり目的として勉強してるのは何々学の場合はどこなんですか、何を人々は明らかにしようとしてるんですか、どういうようなことが今テーマですか、今までどういう話が多かったんですかとか、うん、そういうようなことに対して相手の学問分野にレスペクトがなく、うん、やっつけてやれみたいな調子でやってたら、うん、共通項は出来上がりませんよね、はい、そうしていくと意見が違った時に向こうだって喧嘩腰ですよね、うん、もちろん向こうにも変な人いるかもしれません、原理主義的な人とか、はい、例えばなんとか学 でお前なんかな俺らの考え以外はもう認めねえとかいう人も、うん、もしかしたら向こう側にもいるかもしれませんが、はい、新しくやっていく側がそれやっちゃったらおしまいですよね。そうですね。ですから向こうが何を考えてて何を議論しててどういうことが大事だと思っていてっていうことはある程度は分かってないと共通項は出てこないわけですよね。ですからやっぱりよく見ていてヌーソロジーをやってる方でも他の分野でも、ヌーソロジー的な内面、誰でも欲があるとか目立ちたいとか重要人物でいたいとか、はい、いろんな話はあるわけですが、うん、内面的アイデアをいきなりこちらの外面にバーンとぶつけるのは、うん、前にもお話した通り無理があるわけですよ、はい、
ですから子供の頃アニメの一休さんを見て、うん、なんか問題があるとポク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 チーンって言うと好き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 って言って、はい、一休さんが鋭いっていうのは、はい、一休さんが急に思いつきを言ってるように思う人がいるわけです、うん、頭がいいから、うん、トンチが効くから、うん、だけど実際は外面を見た上で、うん、その中からどの内面出すかなってやってるわけですよね、うん、勝手に昔よく昭和の時代はアイデアマンがとか言う人が多かったんです、はい、あいつはアイデアマンだから。だけど思いつきの人って多くないですか。実際はそうですね。もしくは自分有利に運びたくて言ってる人って多くありません？多いです。それやってたら、うん、結局勝手に内面で浮かんだものを外面にぶつけてるから、うん、まあ一瞬うまくいくことがあったとしてもうまくいかないし、うん、学術なみたいな分野でそんなことやっちゃったらとんでもないわけですよ、うんうん、ですからいつも言う例えで言えばこういう話をしてるときに急に大ジェーム鉄砲伝来は1543年なんだよ以後予算って覚えるんだとか、はい、言い出したら間違ってないですよねその話。そう、はい、とはいえポカーンですよね、はい、こういうことがよくあるんですよ。特に SNS が発達してから。あでも研究所ですよ。だったら研究所空中分解するというか続きませんよね、はい、だからお骨との話、つまりお骨の話だけだったら工事が教えてくれただけですから、うん、まあスピリチュアルなんかでもよくある話ですけれど、その素性が半田さんによれば良かったと、ただ難解だったと。これじゃ何がなんだか分かんないから、まあ実際現在まで30年かけて理論化させて半田さんがヌーソロジーという学にしたところが大事なわけですよね、うん、それどうですか大ジェームが。ちょっと私にも高次元がこう言ってるからそれは間違ってますったら、はい、みたいな。間違ってたにしてもそれじゃあ受け止めきれないですよね。みんなそうですね、受け止めきれないです、はいはい、だから合ってるか間違ってるか以前に、うん、そんなアプローチでやってると、うん、学にならないし、うん、学術的な話っていうのは土俵に乗んないし、うん、結局噛み合わないまんま終わっていくから、うん、研究所でそれやっちゃったら終わりですよね。終わりですね。大学の付属でやってたら、はい、ちょっと変ですよね。変です。なんで私なんかは結構そこら辺はこだわりを持っているんですよ、うん、でもなかなかご理解いただけない方も一部におられて、うん、内面的な俺の素敵なアイデアをなんで高橋はちゃんと聞かないんだみたいな、うんうん、ような反応をなさる方もいらっしゃるし、研究所できる前も多かったですね。でもやっぱりヌーソロジーのような新しい学が社会の中で新しい学として成立して認めていただくっていうことであれば遠慮は必要ないですけれども、はい、他分野特に周辺的な分野とは整合させながら違うなら違う、同じなら同じっていうのを共通項を持ちながらやっていくことが何よりも大事で、研究所を作ったといえば作ったんです。まあ所長は半田さんですけどもね、うんうん、まあ私も言い出しっぺなんで、はい、そういうふうなつもりがあるわけです。だからいろんな何をやればいいんですかっていう以前にそこはずらさないでね、うん、何やってもいいけどさというような部分があるわけです、はい、そんな中さまざまな隣接分野が実はヌーソロジーは素性が良くて裾野が広くて、例えば量子力学、素粒子のことですね、はい、哲学、そうですね、空間だからなんとか、そうですね、はい、幾何学、空間ということは、うん、そのこっち側ですから、うん、その形さえあれば比率が変わってもいいんで、うん、幾何学は隣接ですよね、うん、宗教学、はい、例えば古代に神話でこういう話があってとか、うん、アニミズムというのを、うん、そのまんまじゃちょっとダメでしょうけど現代に読み替えてみたらこれ同じ話じゃないですか。実は昔に気づいてた人なんて5万といるんじゃないですかと、うん、科学なんか言う前に、はい、っていうようになったら宗教学ですよね、うん、芸術家はアートに寄与って言ったぐらいですから感性とか自分なりの表現で、うん、なんかこううまい言い方ができなくても作品に表すとか鋭い理解が深いとか、はい、そういうことがありえますよね、はい、で芸術、社会科学って言ったら日常的な政治だ経済だ云々そういうようなものとも、うん、社会で人々が動いている限りは社会学もそうですけど、はい、そういうものとかエトセトラでですね、はい、すんごい実は隣接分野がそのが広いっすよ。じゃあこっちに戻すと結構大変ですね整合ね。はい、そうですね。でもね、はい、それをやっていかなきゃいけないということなんで、うん、研究所という長い時間をかけたりいろんな人に関わってもらったり、うん、だけど誰かがジャイアン化して言うこと聞けとか俺の説がすごいんだとかなんで世間は分かんねえんだとか、うん、ばっか言ってたら
なんか俺の YouTube が回んねえんだって言うのと大したことないですよね、はい、YouTube が回んないんだったら言ってもいいけど、はい、こういうところでやっちゃうとだんだん相手にされなくなっちゃうっていうことになるわけです、うんうん、そんな中例えば危険性や注意すべきことも当然出てくるわけですよね、はい、だ例えばとしては日常だったらよくなんか報告したり他人に言うときに、はい、一部だけ都合のいい部分で強調する人って見たことないです。あ、はい、さっきもちらっと言った通り経済学でこういう話がある、それ間違ってないけど、そこの部分だけ切り取って、うん、全体的なところは無視して、うん、全体は都合が悪かったとしても都合のいい部分だけ切り取って言っちゃったりとかがすんごい危険だし、日常でよくありますよね。よくありますね。で今度は適当というかよく分かってなくて言っちゃったんだけど、うん、もっと分かってる人がいて、うん、強引にへりくつを言ったことって大丈夫ないですか？僕ももちろんあります。あ、もう急にトーンが弱まったりなんか別にさ、大GM への指摘じゃないんだから、はい、でよくある話ですよね、はい、悪いけど全く一回もありませんって人はこれらあんまないと思うんですが、うん、やっぱりそこを最初から意識してないと、うん、変な意味で自分に負けられちゃったり、うん、欲張られちゃったりすると、はい、結局その時通っても後で5年後10年後の人がやってきてこれおかしくないですかってひっくり返っちゃいますよね、うん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 、これが学術の怖さでもあり学術の積み上げ型の魅力でもあるわけです。だから結局そういうようにやってったものは時間とともに間違えた方向だったけど進化しちゃったものがある反面、うん、変なことを言ってるものはそれは除外されてきたっていう面もあるわけですよね、はい、だから結局のところちゃんとやるのはハードルが高いもんですから、うんうん、一部都合のいいことだけ言ったり、うん、ちゃんとやるのはハードルが高いもんですからなんかちょっと強引にヘリクスみたいなことを言って、うん、なんか抑え込んだりっていうのは、うん、それに関しては結構学術って最終的には弾かれる可能性もあるわけです。ですから研究所に関わる人であれ未来的に関わってくださる方であれご興味のある方であれやっぱりここら辺の危険性っていうことはなんだよじゃなくてとか分かってるようでもなくて一旦いやそりゃそうだってしといてもらわないと、うん、結局どんどん噛み合わなくなっていっちゃうっていうことなんですね、はい、でうちの大学でも、はい、研究所作ってやっぱりそういう例あるんです。あ、やっぱりあるんですね。過去、はい、やっぱり仕切りたい人もいるんで、みんなの仕事でもあるでしょ、仕切りたいやつがいて、はい、結局最初はついてくんだけど、うん、結局そういうのが矛盾だらけになっちゃったり、うん、辻褄合わなくなるからだんだんバラバラになっちゃうとか、うん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 、あれあれですね、こういうのは実は私みたいな教員を長くやってる人でも目撃してきました、うん、だからやっぱり今回はヌーソロジーに限らないですけどね、はい、他の分野でもそうですけれども新しい学としてヌーソロジーが長い目で後世の人たちに受け入れてもらえるものになるためには誰かがなんか脚光を浴びるとか、うん、誰かの栄光のために研究所があるわけじゃありませんから、うんうん、そこをやっぱり理解していかなきゃいけないということになります、はい、でそのまとめとしまして、はい、巨人の肩の上に立つという言葉があるんです、はい、で Google に Google スカラーっていうのがあるんですね、はい、学術論文だけ調べられるところです、うん、Google スカラーって Google に入れると、はい、Google スカラーのページに飛ぶんですけど、はい、そうすると普通の Google で Google スカラーって書いてあるんですが、はい、下に小さい字で巨人の肩の上に立つって書いてあるんですよ。へえ、はい、でこれはどなたが言ったんですかっていうとかのニュートンさんなんです。ニュートン、ニュートン、はい、有名でしょ、万有引力と有名です ね, ね、ニュートン力学とか、はい、ね、いろいろあるんですがニュートンさんが万有引力を発明した時に、うん、すごいねってやったらみんなに褒めてもらったらしいんですよ。はい、そうですよね。だけど本当のこと言うとこのものがこうやって下に落ちるなんていうのは、うん、ニュートンさんじゃなくて本当は分かってたわけですよ、うん、だけどニュートンさんがそれをなんかみんなが納得いくような説明ができたことで、うん、なんかあたかもニュートンさんが万有引力を発見したかのような空気感になったわけですよね。そうですね、ね、はい、そんなの前からそうなのに、だけどみんなそんなのは知識としては知ってるけど、うん、ちゃんとした説明で納得させられなかっただけですよね、うんうん、ところがニュートンさんは、まあ、それを達成したんでみんながすごいと、その時にいやいや私は単に巨人の肩の上に立っただけですと言ったんですね。それは先行研究と呼ばれるような今までの人々たちの知見があって、ニュートンさんから見て違うもの、間違ってるものもあったかもしれない、あ、これはこう変えれば使えるなってものもあったかもしれない、あ、
これこんなことを言ってる人いたんだなんていうのもあったかもしれない。それをニュートンさんが整理してってうまい説明にしてったわけですけれども、これはその前の人たちなかったらできます？できないですね。みんな納得してくれます？納得してくれないですよね、はい、っていうことを考えたニュートンさんが謙虚なわけではなくて本音だったろうとも言われてるんですが、いやいや私は巨人の肩の上に立ったから遠くまで見えただけなんですって言ったと。で立派だよねっていうことで、そんな1600年代ぐらいかなんかで騒いだ話が、はい、今の2022年でも Google スカラーにはそれだけが書いてあるわけです。だからやっぱり学術っていうことに対して過去素晴らしかった人たちがどういうことを気をつけていたのか、どういうことはやらないようにしてたのか、どういうことは大事だなと思って意識していたのか、何を研究するかとか研究の能力が高いとか低い以前の問題として、それをちゃんとやった人にはやっぱり神様は微笑んだんだか光が当たったんだか知りませんが、なんかの大きな果実が来たということになりますよね。でヌーソロジー研究所についてはまだ始まったばっかでよちよちくんですから、そんな風にすごいことがいきなりできないですけれども、だからといってこれから長く続けようってもんが、ここがブレちゃうと全ての話が変になっちゃうんです。だからヌーソロジーがすごいかどうか以前に、ヌーソロジーといろいろな学問分野っていう過去積み重ねられたものとの、いわゆる巨人の肩の上に立って遠くまで見るようにしないと新しいものとも言いにくいわけです。いかがですか大チーム、そういうありがたいお話系は。いやもうこれからが楽しみですね。どうすかその冷たい言い方。いやいやいや、大丈夫？いやいや、だからこんなこと言っても上からになっちゃうなと思って。ああさすが巨人の肩の上に立ったんで。そうです。遠くまで見えるけど、そうです、謙虚な生き方をしたと。そうです。そういうことですよ、平たく言えば。ありがとうございます。ということで、はい、まあヌーソロジーに関しては大学で新たに研究所が発足しました、はい、俺目立ちたいなとかそういうところでやったらちょっといけんじゃねえかなとか、うん、そういう性質のものではありませんし、うんうん、ただまだ私そういう実力ついてないんですって人でも、うん、そういう形のことが分かってれば積み上げていくうちにすごくビッグな人が生まれてくるかもしれないわけですよね。そうですね。もしかしたらご覧のあなたがそういうことをやられてですね、その上でヌーソロジーの分野においても何か素晴らしいものを後世に残すかもしれません。ぜひですね、そういう人が一人でも多く生まれていただくことを願っております。今回の動画は以上です。大GMとお送りしました。それではまた来週もお会いしましょう。それではケロヨン。